リーガエスパニョーラ第1節2日目が20日に行われ、MFC 武広明の所属するセビージャが、エスパニョールをホームに迎え、6-4 と派手な打ち合いを制して、白星スタートを切った。先発フル出場を果たした清武は、前半22分に、チーム2点目をアシストすると、後半29分には、自らゴールを陥れ、1ゴール1アシストの鮮烈デビューを飾った。